イラストレーター志望の中学2年生。よし、今日もたくさん描くぞ。絵の練習はこうして毎日欠かさず行っている。私がなぜイラストレーターを志すようになったかというと、小学生の頃、かすみちゃん持ち笛はどこまでプレイしました？昨日やっと2つ目の町に着いたところ、雷の餅を1000個採取するクエストが終わらないの。あれはサブクエストなのでやらなくてもいいんですよ。ねえねえ、何の話？ファイナル餅クエスト7というゲームにハマってまして、進捗報告をしてるんです。面白そう。そういえば CM で見たことある。ソラさんもやりませんか？一緒に奥義を極めましょう。最近別のゲームソフト買ってもらったばかりだから頼みづらいかも。それなら、うちにあるのを貸してあげるよ。実はパパが間違えて2つ買ってきちゃって1つ余ってるの。いいの？ありがとう、かすみちゃん。その日の夕方。何このゲーム。背景がすっごい綺麗。それにキャラクターも可愛い。特にこの街のグラフィックすっごいリアル。リアルすぎてお腹が空いてきちゃう。私はすっかりゲームの世界観に引き込まれ、その日は夜更かししてゲームにのめり込んだ。翌朝。かすみちゃん、ふちくん、持ち食えってすごいね。シナリオが感動的で何回も泣いちゃったよ。特にチャプター後の分裂したはずの餅が再開するシーンは最高だよね。ソラさん、一日でそこまで進めたんですね。キャラクターの表情や色使いがすごく細かいし、イベント CG の迫力は鳥肌ものだよ。絵であそこまで表現できるなんてすごいな。持ち食えは確かキャラデザから背景、塗りまで全部くるみさんって方が担当してたはずだよ。今ゲーム業界で一番人気のあるイラストレーター兼グラフィッカーで、海外にもたくさんファンがいるの。イラストの力は国境を越えますからね。そうなんだ。絵で誰かを感動させられるって本当にすごい。私も将来そんな仕事ができたらな。それから私は過去の持ち食えシリーズも遊び尽くし、ますますゲームの中の絵に魅了されていった。いつしか自分でも絵を描くようになった。夢は大好きな持ち食えシリーズにイラストレーターとして参加して、憧れのくるみ先生と仕事をすることだ。だけど、何これ、まだこんな子供っぽい絵なんか描いてるの？ゲームやアニメなんてガキの遊びでしょ。何がそんなに楽しいんだか。おいおい、ソラ、お前オタクにでもなっちまったのか。やめろよな、気持ち悪い。両親は私の夢をよく思っていない。ま、落ちこぼれのソラにはお似合いの趣味なんじゃない。こっちは2つ年上の姉クロハ。幼い頃から勉強ができて、それに人に媚びを売るのも上手いので、先生やクラスの男子に好かれている。まあまあ、それより私のを見てよ。中間テスト全教科100点だったの。まあ、クロハは本当に優秀ね。あなたなら将来医者か政治家の息子と結婚して玉の輿に乗れるわ。そしたら俺たちも金持ちの家族か。ほんとクロハは親孝行もんだよ。それに比べてソラと来たら。はいはい、どうせ私はテストは平均点だし、モテてもいませんよ。こんな感じでいつも姉のクロハと比べられてはのけものにされていた。負けない、絶対にプロになってやる。くるみ先生と一緒に仕事をして、たくさんの人をイラストで感動させるんだい。私は家族からの嫌味もバネにして絵の練習に打ち込んだい。そんなある日。もしもし、あら、わさびさん、ちょうどいいわ、聞いてよ。そうなのよ、クロハったらテストでオール満点だったのよ。本当に優秀すぎて困っちゃうわ。それなのに妹のソラと来たらさ。電話してまで近所に広めないでよね。ああ、すっきりした。やっぱり自慢と不満はわさびにぶつけるに限るわ。あら、また着信、何かしら。もしもし、どちら様？は、誰？くるみ？ゲームのイラストが何ですって？もしかして、この前応募したゲームイラスト大賞、結果の連絡だ。ソラ、ご飯だったよ。ごめん、あとちょっとだけ。1ヶ月前、くるみ先生が審査委員を務めるイラストコンテストがあると知り、いても立ってもいられず家族に内緒で応募していたのだ。はぁ、何ですって？ソラの絵が大賞受賞？へぇ、やったー。夜更かしして頑張った甲斐があった。これでやっとお母さんたちにも認めてもらえる。やったね、ソラちゃん。いらないわよ、そんな賞。うちの国はゲーム業界なんてお高くさくてくだらない仕事をさせません。迷惑だからもう電話かけてこないで。お母さん、今の電話。ソラ、あんたね、最近遅くまで起きてると思ったら勉強せずにお絵かきして遊んでたわけ。もう二度とあんな幼稚だショーなんかに絵を送るんじゃないわよ。いいわね。そんなひどいよ。一生懸命頑張って描いたのに、私の夢なのに。親に口答えする気？ごちゃごちゃ言ってる暇があるならクロハを見習って勉強しなさい。それからお母さんの監視の目が厳しくなり、ショーに応募するどころか絵を描くことも難しくなった。それでも私は夢を諦めることなく、家族が寝ている間にこっそりと絵の練習を続けた。そして私は大学生になった。本当は絵の学校に通いたかったけど、両親が許すはずもなく、実家から通える距離の普通の大学に入学した。ある日のこと。ただいま、お母さん。あら、ソラ、帰ったの？どうしたの、そのパンパンの紙袋。ああ、これ、クロハが欲しがってたブランド物の服とバッグ買ってきてあげたのよ。またそんなにお姉ちゃんのこと甘やかして。
して。当然じゃない。なんだってクロハはあの有名私立のリザ大学に通ってるのよ。しかも今年のミスリザ大の筆頭候補にもなるくらいの超美人なんだから、もっともっとおしゃれしてもらわなきゃ。そしてお金持ちの男を捕まえてもらわなくちゃ。そしたら私も広い庭付きの家にお引越しできるかしら。別にお母さんまで金持ちになれるわけじゃないと思うけど。そういうわけだから、はい。え、何その手。家賃よ家賃。大学生になっても実家で世話してやってるんだから家にお金くらい入れなさいよ。へえ、でもお姉ちゃんはそんなことしてないのに。あんたは三流大学に通う落ちこぼれでしょ。バイトしてるなら金銭面でくらいクロハの役に立ちなさいよ。大学生になると両親の姉ビーキはますます過激になっていった。はあ、家賃で月3万も取られるなんて、そのうち食費電気代にいろいろ取られるに違いない。お、昨日投稿したイラストに反応来てる。あ、この人いつもコメントくれる人だ。自分の絵を褒めてもらえるって嬉しいな。俺、メッセージが来てる。これってくるみ先生から。イラストいつも拝見してます。もしよければうちでイラストを描きませんか。ご興味がありましたらこちらのアドレスまでご連絡ください。数日後。はじめまして、私はソラーと申します。声をかけてくださってありがとうございます。私、子供の頃からずっとくるみ先生の大ファンで。嬉しいわ。とりあえず座ってゆっくり話しましょう。あ、はい、よろしくお願いします。私、くるみ先生みたいにたくさんの人を感動させられるイラストを描くのが夢なんです。ソラさんのイラストにもたくさんのファンがついているじゃない。あなたの絵に癒されたり励まされたりしている人も大勢いるわよ。いえ、私なんてまだまだです。くるみさんの繊細な塗りの表現には投稿を呼びませんし。僕はソラさんの塗りも好みだけどな。俺も好きです。あ、ありがとうございます。うちの社長とプログラマーよ。社長の柳です。プログラマーのコウジです。私はソラです。よろしくお願いします。来年あたり持ち食えシリーズの最新作を作り始める予定なんだけど、ソラさんも参加してみない？持ち食えシリーズに私が？ぜひやりたいです。ソラさんは大学生だったね。それなら最初はアルバイトから始めようか。はい、よろしくお願いします。こうして私はそれまでのバイトを辞めてイラストレーター見習いとして働き始めた。すごい、最新の液晶タブレットだ。ソラちゃんならすぐ慣れるわよ。それから3ヶ月が経ったある日。ソラ、今月の家賃ってまだ帰ってきてないの？あら、何かしら、持ち食え9プロジェクト？なあ、ソラってばまたこんな。翌日。ちょっとソラ、これは一体何なの？それ、お母さん勝手に私の部屋に入ったの？そんなことはどうでもいいの。あんたどういうつもり？まだこんな幼稚でくだらない夢を追っかけてたの？金にもならないのに、もっとまともな会社でしっかり稼いで私を楽させようっていう親孝行な気持ちはないわけ？くだらなくなんてない。イラストレーターは立派な職業だよ。今もちゃんとアルバイト代もらえてるし、私ちゃんと家賃だって払ってるでしょ。まあ、幼稚な仕事でもらったお金を家に入れてたなんて、クロハの服にそんなお金使わせないでよ。けがらわしい。親の言うことが聞けないなら出て行ってもらうわよ。学費ももう払わないからね。いいもん、学費ぐらい自分で払うし。もう大人なんだからお母さんの指図は受けないもん。今まで育ててくれてありがとう先生。じゃあ、まったく、とんだお不幸者で、あんたにはもともと期待してないんだから先生するわ。私は実家を飛び出し、ひとまずバイト先に向かった。カクカクシカジカもちもちクエクエということがありまして、早急に住む家を探さないといけなくて。だったら私のマンションに来る？家事を手伝ってくれるなら家賃は気にしなくていいから。助かります、ありがとうございます。でも家賃は払わないと。それじゃあ、ソラさんが将来うちで活躍して会社を支える売れっ子になってくれたらそれでいいわ。なります。必ず立派なイラストレーターになります。それから5年の月日が経ち、みんな貯金持ったか？持ち食えシリーズ最新作の売り上げ累計2000万本突破を祝して、よいしょよいしょ。ソラさんのおかげで歴代最高の売り上げを叩き出せたよ。うちに入ってくれて本当にありがとう。いえいえ、皆さんが頑張った成果ですよ。ソラさんのキャラデザとイラストがあってのヒットだよ。そうよ、ソラさんにイラストを描いてほしいって案件も殺到してるんだから。ところでコージ、いつソラさんと席を入れるの？次の仕事が一段落したらですかね。そんなこと言ってるとソラさん取られるぞ。今や業界で一番注目されてるイラストレーターなんだから。あれ、ソラ電話鳴ってる。あ、ほんとだ、誰だろう、非通知だ。ほら、早速引き抜きの電話じゃないか。コージがもたもたしてるから。くるみさんからかわないでくださいよ。もしもし、ソラ、うちに戻ってきて。お母さん、なんで着信拒否なんてひどいじゃない。公衆電話探し回ったんだから。それよりあなた今超売れっ子イラストレーターなんですって。すごいじゃない。ソラならやれると思ってたわ。世間話ならお姉ちゃんと話しなよ。それが聞いてよ、ソラ、クロハのやつ。母の話によると、姉は大学卒業後そこそこ大手の企業に就職したものの。はあ、会社を辞めてきた。しかも結婚も決めた。そうなの、私の彼ね、ゲンの旅チャンネルってモナチューブのチャンネル持ってて、バックパッカーで全国を旅してるから私も一緒についてきてほしいって。バックパッカー！そんなこと許さないわよ。
別にママたちに許してもらわなくったっていいもの。あ、買ってもらったブランド品は売却して旅の資金に充てるから。じゃあね、アディオン。待てよ、私たちの老後はどうなるの。クロハ、そうだったんだ。相変わらず自由奔放だな。とにかくうちに戻ってきてまた一緒に暮らしましょう。家賃はお給料の半分でいいから。お母さんたちは娘のことを自分のための道具としか見てないんだね。私は役不足だよ。だってお姉ちゃんと違って落ちこぼれなんでしょ。え、いや、くだらない夢を追って幼稚な仕事してるもんね。それは、あ、もともと私には期待してなかったんだもんね。けがらしいお金を家に入れられないからね。それじゃあ、じゃあ、ソラ待って、ソラまで私を見捨てないで。はあ、これですっきり縁を切れたかな。ソラちゃん意外とガッツあるわね。この修羅場次回作のストーリーに活かせるかもな。それ以上母から連絡が来ることはなく、姉や父のその後も知る由もない。それじゃあ今日はこの辺でお開きかな。社長、ごちそうさまです。ああ、もちろん。はあ、楽しかった。実家とも今日で縁が切れただろうし、これからはイラストレーターとして邁進するのに。ソラ、俺も一緒にソラの夢を追いかけさせてくれないか。同僚としてだけじゃなくて家族として。俺と結婚してください。はい、私にも本当の家族ができたみたい。モナリザのたわごとラインスタンプ第3弾発売中。概要欄のリンクを確認してみて。